はい、皆さんこんにちは。今日はですね、もう天気も悪くて外にも行けないんで、タケノコも掘れない、畑もできない、ちょっと一品を作ろうと思います。で、今日作る一品はワンディッシュの振り返り、今やってるんですけど、揚げないアスパラコロッケ、坂本くんが作ってたやつです。作ります。今日も楽しく元気に、天気は悪いですけど、はい、ということで今日はですね、分量、材料、はい、グリーンアスパラガス4本、じゃがいも2個、正味 200g ということですけど、これちっちゃいんで3つにしてます。バター 60g、 玉ねぎ1/4個、ホタテ海中6個、 180g ということですけど、これもちっちゃいんで8個ぐらいあります。コーンフレーク 30g、コーンフレークがもうどこをどう探しても無糖がなかったんで、すいません、皆さん無糖でお願いします。粉チーズ大さじ1/2、サラダ油大さじ1/2、はい、牛乳大さじ1、オイスターソース小さじ1、塩コショウ各適量。では作っていきます。まずこれです。じゃがいも湯がいとかなあかんのですけど、そのじゃがいも湯がくのに時間かかるんで、これやります。まずあー、煮くるずれせずに湯がく方法、水から茹でる、皮付きのまま茹でることでじゃがいもの栄養が流れ出るのを防ぐ。茹でた後に皮を剥く場合はあらかじめ十字型に切れ込みを入れておくということです。よし、はい、十字に切れ込みを入れて、で全部入れときます。水から茹でる、お湯からでなくて水から、これで火をつけます。はいはい、で沸騰したら、中火で沸騰したら弱火にする。で、これで25分。はい、じゃあちょっと沸騰するまでの過程をこれで撮りましょうか。沸騰しましたね。じゃあ弱火にします。弱火にして、はい、25分スタート。一応30分にしとこう。30分にしました。で、その間に材料切っときます。玉ねぎ1/4、はい、じゃあみじん切りします。はい、まず玉ねぎをみじん切りしました。はい、次はアスパラ4本も切っときます。はい、それでこれをこれぐらいで切ってました。はい、アスパラ切りました。で、これも入れときます。で、次はバター 60g をブロック状に切ってたんで、それも切っときます。 1,2,3,4,5,6、 ここまで、すごいな。はい、バターも切りました。こんな感じで3,2,1,0。はい、30分経ちました。皮を剥きますが、熱いに違う、熱いな、捨てておいたらよ、水を。そうか、水捨てたらね。で、あ、そう、確かに切り込み入れたら剥きやすいですね。これは熱い、剥き方じゃん。どうやって剥くじゃん。ちょっと待って、一緒やん。硬いね、これ。そうかい。ということで皮も剥きました。おつゆかなんか溶かないかんか。いや、だからまだやちゃう。ほんでじゃがいもが熱いうちにですね、マッシュしていくんですけど、マッシャーないんで、この木べらで潰していきます。で、ある程度潰したらバター入れます。バターを入れて、はい、OK です。こういう感じですごい滑らかになってますね。 OK です。では材料で使うホタテも切っときます。はい、ホタテ切りました。では、はい、フライパンにサラダ油大さじ1/2。でも、その前に火つけて
フライパンに火をつけて、よし、はい、でこれ入れて玉ねぎを入れます。透明になるぐらいまで、はい、玉ねぎ入れて炒めていきます。はい、では温まったらホタテを入れます。ホタテ入れて、で、アスパラも入れます。アスパラも入れます。牛乳大さじ4入れます。はい、1、はい、2、はい、3、はい、牛、はい、ここに隠し味にオイスターソース小さじ1入れます。はい、小さじ1入れます。で、ちょっと2、3分煮ると。で、2、3分ということで3分スタートします。揚げない代わりに、ね、あるものを加えて揚げたような味わいに仕上げると。それは何でしょうと。青クラッカー、赤コーンフレーク、緑ポテトチップス、どれでしょう。3、2、1、0。はい、はい、こんな感じで火止めときます。ほい。で、コーンフレーク 30g、 無糖ということですけど、これが正解でした。無糖がどこ探してもなかったので、ちょっと糖分入ってますけど、しゃあないんで。はい、コーンフレークこんな感じですね。コーンフレークをこれを潰していきます。こうしっかりと潰していく。で、ここに粉チーズ大さじ1/2加えます。はい、粉チーズ大さじ1/2入れて、これもしっかりと混ぜときます。はい、で、マッシュポテトにこの鍋のもの、出来上がったもの、これを加えます。これを全部加えます。加えて、はい、それでこれに最後塩コショウをちょっとパラパラっと振って味付け、パラパラっと振って、で、これでしっかり混ぜて味付け。はい、これです。 OK。 この混ぜ合わせたものをこれ入れます。容器に入れて、あ、落としてしまった。で、これに、これをパラパラっと加えたら、はい、これで完成。揚げないアスパラコロッケ、出来上がり。はい、坂本くんありがとうございます。揚げないアスパラコロッケ、出来ました。うわ、めっちゃ美味しそう。はい、今日の昼食です。まずは、ばあちゃんの具沢山味噌汁と、はい、ノンストップワンディッシュで元 V6 の坂本が作ってた揚げないアスパラコロッケ、それとラー油キクラゲ、なんかコーンフレーク乗ってるけど、はい、いただきます。はい、いただきます。この具沢山味噌汁からいただきましょう。こういう感じ、いただきます。よし、うん、ちくわのまた出汁の味が美味しいですね。で、これラー油きくらげ、まあ、コーンフレーク乗ってるけど、ラー油きくらげ、はい、ちょっとご飯と一緒に食べましょう。はい、いただきます。こんな感じ。うん、このしっかり効いたラー油がご飯に合う、めちゃめちゃうまい。はい、そしてこれ揚げないアスパラコロッケ、ばあちゃんちょっと食べてみて。これ揚げないアスパラコロッケ、揚げない代わりにこのコーンフレークで揚げた感じを出すと、これで食べます。うん、確かに中身は本当にコロッケの味わい、それでこのクリーミーさがすごい美味しい。で、またオイスターソースも入ってるからか、コクもあってめちゃめちゃ美味しい。このコーンフレークがまた合う、めちゃめちゃうまい。
いただきます。おいしい、すごい、うん、これはおいしい、本当に。ごちそうさまでした。総評と締めお願いします。お腹いっぱい食べました。頑張ってよく作りました、うん、努力してよく作りました。初めての料理がね。味の感想はどうですか。おいしすぎた。なんかごちそうさまでした。はい、星いくつですか。おばあちゃんにしてみたらね、うん、75点。はい、ということで今回はワンディッシュで元 V6 の坂本くんが作ってた揚げないアスパラコロッケ、油も使わないし揚げないしというところで、ちょっと作業工程も片付ける手間も省いて、かつグリーンアスパラとかホタテとかちょっと贅沢に、でまた旬物も使って、海の幸山の幸とすごいね、またこのクリーミーな、このなんやろ、このオイスターソースがコクが出て、クリーミーなこのネタっていうんですか、味わいがすごい美味しくて、ほんとなんかこうコロッケを食べてるような感じですけど、このまたカリカリのコーンフレークも美味しくて、すごい不思議な感覚で絶妙な味わいの美味しい一品いただきました。坂本君ありがとうございました。ということで引き続き我が家秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のつまみ、時短レシピ、炊飯器レシピ、また巷での流行りや爆速爆安メニュー、ちょっと挑戦していきたいので教えていただいたら嬉しいです。またチャンネル登録、高評価、コメント等いただけたら励みになります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、じゃあばあちゃん最後の言葉をお願いします。締めのこと、締めのいつもの言葉を。味よし、腰よし、3番目はもうすべてよしです。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかった、お腹いっぱい。